皆さんこんにちは。こんにちは。バルドラバーマーケットのシャアです、そして以前にも動画が、出ていただいてるんですけども、布袋康彦先生です。こんにちは、よろしくお願いします。はい、布袋先生の紹介に移りたいと思うんですけれども、京都府の楽東高校で24年間、指導、卓球の指導をしてまして、布袋先生がちょっと他の指導者先生と違うところなんですけれども、運動力学を、独学で学び、そこから古武術にたどり着いて、その人間のあるべき姿とか効率的な体の動かし方を学んで、それを卓球指導に落とし込んだ先生です。そしてそこで、結果を出した先生になります。京都府といえばやっぱりもう超名門の東山高校、そして龍谷大平安高校、こういう私立の2強があるわけなんですけれども、布袋先生は楽東公立高校なので、普通の中学生、府大会、県大会に出れないような中学生たちが入学してきて、高校の約2年とか2年半で、その東山とか龍谷大平安に立ち向かって約、20回以上全国大会、生徒たちを全国大会に出場させてきた、実績経歴があります。詳しくはちょっとここに文字で入れておくんで、そちらをご覧ください。布袋先生自身はその自身としてはペンホルダーの選手で、全国大会にも出場していたことがあったんですけれども、やっぱり長名も東山とか龍谷大平安に勝つというところまではプレイヤーとしてはいけなかった。で、その自分の経験をそのまま指導してでも絶対これ東山に勝てないなっていうところから、その違う角度からこう卓球指導を見てみようっていうところで、その運動力学であったり古武術っていうところの観点にたどり着いたというわけなので、よろしくお願いします。お願いします。あと一つ言い忘れてたんですけれども、古武術、布袋先生が習っている古武術の先生は河野先生と言いまして、有名、ちょっと引退してしまいましたけれども、有名な平野早矢香選手も古武術を卓球に生かしてて、その話で有名だと思うんですけど、先生が一緒なんですよね。平野早矢香さんが習っていた古武術の先生と布袋先生が勉強している先生っていうのが一緒の、古武術の第一人者の河野先生という方になります。布袋先生自体はその楽東高校で指導している間に、中国の方とも関わりがあり、中国の方遠征何回も行ってるんですけれども、その古武術の体の使い方、運動力学とか古武術の体の使い方とその中国の打法がかなり似ている、そのつながっているところがすごくあるということなので、その中国の卓球の動作を紐解くヒントにもなると思うので、ぜひ参考にしてみてください。それでは布袋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初は分かんない。
ってから止まるじゃなくて、打ってから止まる、まあ、そのちょっと幅が広がってしまったらできてるな。今度はもうちょっと違う。